エアフィルターの取り外し方を説明します。運転を停止し、電源プラグを抜きます。次にフロントパネルを取り外します。前面エアフィルターの3箇所のロックをすべて右にスライドさせます。前面エアフィルターをたわませて取り外します。上面エアフィルターのロックを右にスライドさせます。凸部を持って少し浮かせながら手前に引き出し取り外します。エアフィルターの取り付け方を説明します。上面エアフィルターの裏表示のある面を下にします。室内機上面の溝に差し込みます。上面フィルターロックを左にスライドさせてロックします。前面エアフィルターの裏表示のある面を室内機側に向けます。下部を差し込んでからたわませ上部を差し込みます。入らなかった部分は押し込みます。3箇所の前面フィルターロックを左にスライドさせてロックします。フロントパネルを取り付け、電源プラグを差し込みます。